土曜朝8時はウェイクアップ。3年ぶりに行動制限がない今年のクリスマス、大阪市内にある菜の花こども園では昨日クリスマス会が開かれた。そこにやってきたのは、メリークリスマス。手を出してみてください。俺をね、私いつもみんなのことをこの水晶玉で見てるんです。みんなとてもいい子をここに移りました。このままずっと来年もいい子でいてくださいね。どうもありがとう。もう子どもたちの喜びがもう本当に心からもう弾けてるようで、子どもたちがもうずっと心に残るクリスマス会になったと思います。今年出張サンタは連日大忙しだという。一方、クリスマス商戦も本格化。子供のために悩むプレゼント選び。ただ、今年はある変化が。いいものを子供にプレゼントしたいという方多いと思うんですが、こういったおもちゃにも物価高の影響が出ています。例えば、トミカプレミアムは9月に880円から935円に値上げ。プレイステーション5も9月から5500円値上げした。ちょっとあんまりこういうのを買いに来たことなかったんで、意外と結構ええお値段するなと思って、結構カツカツですね。1年に1回あげるようなもんなんで、それぐらいはちょっと出してあげたいなって思ってるんで。去年は全然なんかトミカとかやったんですけど、今年ウルトラマンにハマって値段的にはどうなんでしょうか。結構上がってますね。可愛い顔見たくてできれば長く遊んでほしいですけどアンパンマンが好きになり始めなんで、でも今はなんか傘が気に入ったみたいで安く上がりそうです傘気に入ったいや、私アンパンマンあげたいんですけどね。ぶっちゃけ本心どうですか。そうですね、嬉しいですね東京表参道は人の流れがコロナ前に戻ったかのような盛況ぶり。香水などで知られるイギリス発のこちらのブランドは明日までイベントを開催。クリスマス気分を楽しみながら人気の香りのアイテムを体験し購入することができる。香水が好きで、いろんな匂い嗅いでみたいなっていうので、ちゃんと雪っていうか冬は冬の香水が欲しくなっちゃいます。香りの持続性が高い。一回買えばね、すごい長く、しばらく長持ちするので、部屋でもね、すごい使ってるので。用意したクリスマス限定品は、すでに売り切れの人気ぶり。うちの時間とかも充実されるように、さまざまなキャンドルだったり、ディフューザーだったりを使っていただきますと、よりその生活を豊かになれるかと思います。ドイツの民芸品などのクリスマスグッズを販売しているこちらの輸入雑貨店では、今年はもう去年にも増してお客様いらっしゃってる感じですね。客足が戻る一方、クリスマスの過ごし方に変化が。家族で過ごします。ここ何年かずっとお家にいたので、もう逆にそれが慣れてしまって、特に外出するよりもお家でいる方が家族楽しく過ごせるっていうことがこの 2,3 年で分かったかなと思ってます。物価高を感じている人も。
やっぱり一つ一つの小物がちょっと値段が上がってるかなっていうのはありますね。毎年ここ来てますから、それは実感はあります、海外商品の価格高騰と為替の影響が大きいという。仕入れた時がだいたい4月頃なんですけれども、一番円安が進むそのスピードが速かった時ですね。もうちょっと早くなんとかしてくれればありがたかったかなと。ドル円相場では今年初め1ドル115円ほどだったが、春ごろから急落。10月には150円台の歴史的円安に。今週日銀が大規模金融緩和の修正を発表すると、一気に5円ほど円高に動き、一時130円台まで上昇した。サプライズとなった日銀の決定。緩和的な金融環境を維持しつつ、市場機能の改善を図り、一部見直すことを合わせて決定しました。利上げではありません。日銀は長期金利の変動幅を 0.25% 程度から 0.5% 程度まで広げるとした。ただ市場は事実上の利上げと受け止めている。実際翌日の水曜日には長期金利が 0.48% まで上がった。気になるのが影響を受ける住宅ローン金利だ。ネット銀行大手のこちらには、日銀の発表以降、相談が相次いでいるという。変動金利で借りようと思っているけれども、今後変動金利は上昇しますかですとか、それであれば最初から固定金利を選んだ方がいいでしょうかというようなご相談をいただいています。その他、変動金利から固定金利への変更や繰り上げ返済などについて相談があるという。これから変動金利への影響というのがどの程度出てくるのか、これは分からないところになります。固定金利が上昇してきそうなタイミングで、上昇する前に固定金利に切り替えるという方法も選択肢のうちの一つかと思います。どの程度の上昇なら余裕を持った返済ができるのかということを考えた上で、さらにご自身の資産状況ですとか、家計の収支状況も踏まえて考えていくことをお勧めしています。経済の先行きが不透明さを増す中、一風変わった方法で集客を狙うのが、こちらのフランスのジュエリーブランドだ。聖なる夜を華やかに彩るクリスマスツリーを設置。プレゼントとかはもう買われたんですか？それの秘密ですね。本人いるんでね。あ、そうか。ドッキリができなくなっちゃうんで。カルティエだったりするわけです。いや、それも秘密ですね。本人目の前にいて言えないですよね。楽しみですね。はい、はい。さらにツリーの隣には音楽を通して愛を伝える会場をオープン。懐かしいカセットテープでラブソングを視聴できる。ブランドイメージを高める狙いもある。どうやって使うの？早くなった？全然わかんない。カセットテープをこう回して音楽を聴くことが私の世代では激レアだったので新鮮な感じがしました。年に一度のクリスマスは大切な人への気持ちを贈り物で表現する日でもある。結婚指輪を買いました。カルティエの指輪がすごいお互いに手の形に合ってたので、それが決め手でした。とても幸せです。どんな時も助け合って、支え合えるような、笑顔あふれる、思いやりを持って過ごしていきたいなと思ってます。子供も大人も心躍るクリスマス、皆さんはどう過ごしますか？